本当にやった呪いのビデオ89、たった今見たので、じゃあ早速感想を述べていこうと思うんですが、まず一言で申し上げますと、ちょっと期待しすぎたかなっていうね。うん、まぁ、あ、ちょっとがっかりっていう。次回衝撃のラストが待ち構えているので、こうご期待みたいなことを前回ね、言われてたんですけれども、まあ、実際見てみたら他民意をのラストっていうかね、特に残念なのが上田くんの正体ですね。今からネタバレしますけれども、 彼はまあただのお調子者でしたお調子者に見えて実はこうでしたってそういうふうなものを期待していたんですが、まあ、彼の正体っていうのはえ YouTuber で呪いのビデオの事務所に潜入してみたみたいな動画を勝手に上げていたっていうそれ以上の話が何もないっていうねあのツイッターでのバリ雑言も彼だったんですがこの話何だったんだってね面白くしたいっていう言葉にも何か意味があると思ったんですよ彼が何回も使うから かと思いきやそれ以上の含みがない。ただ、本当にストレートな意味。面白くしたいっていう。ただ、それだけっていう。俺はそのメインシナリオの根幹、つまり今回登場する幽霊に関わってくるすごく重要な人物なのかなと思ったんですけれども、別にそういうことではない。っていうね。で、彼が言うんですよ。最近のこの色、つまんないっしょみたいないや。つまんないからもう面白くしましょうよ。みたいなこと感じのこう自虐ネタっていうのを放り込んでくるんですが、 あの本当のことすぎてちょっと笑えないっていうか結構深刻に俺受け止めちゃってあの昔こういうノリあったと思うんですけども心霊博士っていうあれの時とはちょっと違いますよねさすがにちょっとねここら辺はちょっと笑えなかったですね正直でその後河合さんがえ上田君を説教するんですね作品を面白くするっていうけど何をしたっていいわけじゃないんでしょとかね 20年の歴史があるんだ、ほんのろにはみたいな感じのこと言うんですけど、これあの、監督は耳が痛くならないのかなっていうね、こうあまりにも、上田君に言ってるけど、これ、監督にブーメランが刺さってるというかね、もうだから、誰が誰に説教してるのか訳わかんなくなってくるっていう、この謎の現象が生まれましたね。 でこれね河井さんの状況もちょっと不自然であの奥山さんの投稿映像と関係してるからそれの取材に同行してるのってわかるんですけど以降もなぜか当たり前のように全てのね他の取材にも同行してるの結構違和感があってそのせいで千花さんが完全にニート状態ですこのシリーズでやったことといえばですねティッシュの箱を渡したっていうもうほんとそれだけですそれ以外何もしてません でねなんでこういう状況が生まれてるのかなって邪水した見方をするとあの河合さんがいないと上田くんを説教できる人物がいなくなっちゃうのかなっていうそういうふうに思いましたね。中田くんにしても知花さんにしてもそのスタッフとして入ってきたにはまた日が浅いもんですからだからその状況で例えばこの呪いのビデオには20年の歴史があるんだよなんていう,こう重たい言葉を言わせるのはあまりにもちょっとこう、まあ、酷というか。 深みが出てこないっていうところがあるので、そういった意味でも、あのシーン、説教するシーンっていうのは、制作者サイドとしては作りたかったんだなという気持ちがすごく伝わってくるんですけれども、なんですけれどもね、この後ちょっとびっくりするんですけれども、結局上田くんとは喧嘩別れします。喧嘩別れするんですけれども、え無茶をした、無茶をして撮った上田くんの映像っていうのを伝使いたいからということでえ、結局和解します。この和解するっていうオチで、 説教のシーンが台無しじゃねって思って。これだと、結局その、面白くするために、無茶した上田が正しいように見えてきませんかそういうオチでいいのそういうのが撮りたかったのかなだとしたら、あの説教のシーン何なのってなっちゃうんだけど、で、その上田くんの撮った映像ですね。俺が前回気になっていた、その、なんで心霊映像に上田くんの声が入っていたんだろうっていう、その理由がね、しっかり、あの、ま、しっかりというか、あの、答えは出たんですが、その理由はですね、なんとですね、 時空を歪ませるほど幽霊が起こってた。ええー、それだけ物語への影響が何もなかったっていうね。で、あとメインシナリオのお話も、この取材を受けた人たちが、あの、隠し事をちょっとしていて、えー、実はこうでしたと、まあ、種明かししているだけっていうことで、 うーんこれはちょっとどうなんだろうって、あまりにもちょっと稚拙すぎないかとかっていうところもあるんですが、で、そんな中、アジア毛量研究所の方々がね、久々に登場しますね。で、彼らのお話っていうものがですね、毎度のことながらすごく重要なんですね。もうこの物語の全てを彼らが全部口頭で説明しているみたいな感じですね。うぶめの剣と、 あとなななんか見見える見えるいいは表裏一体だみたいな感じの話ですねでこれ大雑把に説明すると何かっていうと、まあ、今回登場する一連のその黒い顔をした女の幽霊っていうのは改、まあ、心した姿かそれともあの毛量のままなのかどっちかみたいなでどっちだろうねみたいな感じの話で終わるんですが、まあ、察するに百合子さんのおなかの中の赤ん坊はまあ非常に危険な状態かなというオチなのかなっていう感じですね。 はい。ということで、まあちょっとラスト尻すぼみになってしまったのがね、非常にもったいないですね。前半割と良かったのかなっていう印象を受けたんですが、まあオチがこうなってしまうと前半もあんまりよく見えなくなってくるっていうね。まあそういう感じで、まあちょっとあんまり褒められる部分がないかなっていう感じですね。で最後投稿映像について感想を述べますと、最近落下系の映像増えましたよね、本当に。まあ、幽霊らしき何かが、 高いところから落ちていくっていう、その部分を捉えるっていう映像が、えー、結構多くて、その中でも今回すごくドラマチックな映像ですよね。ラカ系の中でも。っていうのと、あと、リプレイが多かったですね、今回。すごく多かったですね。あの屋根裏のやつと、か俺何回挨拶するんだろうと思ったもん、俺。何回顔合わせするんだろうっていうふうに思いましたね。で、えー、個人的なおすすめとしては、えーと、投票っていうのかな、あれ。 凍える氷ってて書いて投票っていうのかちょっと分かんないんですけれどもこれは結構まあアハ体験というかねどうやなんか映ってるの分かんだけどどういうふうに見,える見るんだろうみたいな。でリプレイでああなるほどこういうふうに映ってるのかっていうねそういうちょっと楽しみがありましたね、まあ。ということで次回からどういうふうになっていくのかっていうのは、まあ、期待と不安でいっぱいなんですが一つここだけ改善どうしてもしてほしいなっていう部分があって一本の作品内の中で えスタッフのみんなが目立てるような物語を作ってほしいなとは思いますね。あの、中田くんピックアップしたら、知花さんの存在が一気に消滅したり、あと、葉花さんピックアップしたら中田くんがいなくなったりとかね。まあ、今回で言うと、河合さんが出てきたことによって、あの、知花さん完全に消えたんですね。マジで消えました。で、消えた理由もそんなにないし、なんで消えたのって誰も言わないし、っていうところ、なんか不自然なんですよね、見ていて非常に。 っっっててていいいううととこころだけははちょっと改善してほしいかなっていう部分はありますねこれ例えばなんですけれども千葉なさんが仮に消えていたとしてでもその消えていた期間で独自に取材を進めていてで実はこういう情報を持ってきましたよみたいな話になってくればあこの間ずっと千葉さんいなくなってたけどそのいなくなった意味もあるし。 活躍もしますからねその情報を持っっててきたっていうでも特にそういうわけでもないんですよね今回ただ突然現れてあのティッシュの箱を渡すっていう本当にそれだけなんでなんか割と扱いがまあ存在というかねキャラクターのなんか存在感っていうのがなんか非常になくて寂しいんですねまあだからそこ直してもらえたらなと思ってまあ次回も見ようと思います